いらっしゃいませ。伺いましたよ。待ってましたよ。D 様、こんにちは。いらっしゃいませ。ルーファスは、うん、あのお話する時間ないんですか？ありますよ、全然。お話しましょうよ。ぜひぜひ。本日はね、そうか、座れないんですもんね、接客中は、ね、そう、接客中はあの喋れないじゃねえわ、座れないんですよ。喋れないのも一大事ですよ。そういう決まりなのか。いや、ここはね、そういう格式がね、ちょっと高い。あまり美しくないかなと思いましてね。僕この格好で大丈夫だったんですか？もちろんですよ。ドレスコードは当然ございませんから。そうなんですか。なんか、まあ、なんか今日、まあまあね、ドレスコードがね、あの、まあ、ないんですよね。そんなね、ないですもんね。ありましたっけ。ないです、ないです。あ、ないですよ、ね。あれ、前、ギガさん、だって、この店に来るときはね、ちゃんと僕に言ってたじゃないですか。髪を真っ白にして、うん、胸まで伸ばして、白衣着ないと、うん、この店に入っちゃダメって僕教わってたんです、ずっと。ああ。そうなんですか、ドクター。急に何のことですか。とぼけ方が下手すぎませんか、ドクター。もしかして IQ なくなっちゃったかも。ちょっと、まあまあ勘違いでしょ。どちらの今日来れてよかったですね。本当にリー様もドクターもなかなかねいらっしゃいませんから。いらっしゃいませ。どうもどうも、こんにちは。私できますよ、スキャット。お、やっていただきたいな。それは。いきますよ。スキャットマーン！ブル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 。あのね、ドクター。はい。ドクター、それね、食いしん坊がただただ、ベロをね、使ってるだけです。あれ、おかしい。一番品のない食べ方してます、それ。難しいもんですね。難しいな。スキャット、あの人すごいんだ、やっぱりじゃあ。動きしてますからね。うん、そうですね、僕、うん、手挙げて、渡ってます、ね。どういうふうでしたっけ？見せていただいてもいいですか？横断歩道渡るときは、うん、手挙げて。うん、出たー！小学生の登校のときの動き。無理押し。あの、ごめんなさい、ドクター。おじさんになっても、子供のところをすればいい。出たーってことは、彼、定期的にこうやってらっしゃるってこと？やってるんです。これ、毎回、あの、彼は横断歩道を渡るときに必ずこれで渡るんですよ。うん、あ、そうなんですね。はい、横断歩道を渡り通り、ね。ランドセルと黄色い帽子が見える。いや、確かに。小学生みたいでしょ？かわいいでしょ？僕、愛して。はい、出た。無理押し。そんなに僕言ってないですよ。あ、出た。出た、出た、出た。出た、出た、出た。あ、出た。ちょっとツンツン指をツンツンして口を尖らせる、まるで子供のようでしょ。こんな僕、可愛がってお姉さん。はい、ブリオジ出た。お姉さんにターゲット絞ってるの。それ言うの野原しんのすけだけだと思ってました、ね、言い過ぎだよ、ね、あ、出た。あ、出ましたね。首をしょげて、うん、あのお母さんにお菓子買ってもらえないみたいなオーバーオールで着せられるいいとこのお坊ちゃんを演出してますね。はい、出た、ブリオジシュン。そう、あ、それと思い出した、あのね、ドクターに紹介したい方いらっしゃるんですよね。え、
あらら、初対面の方ですか。あの、あ、もしかしてご存知かもしれないんですけども。おお、なんというか方ですか。あの、それこそ当店のフロアレディをしておりまして。ほう、はい、まあ、女性の方なんですけども。緊張するな、初対面か。町田ジョアンナという方をご存知ですか。あ、ジョアンナさん。はい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 、私確かですね、この町に来て間もない頃に一度お会いしております。さようでございますか。彼女と引き合わせたい、きっとお話が合うのではないかなと。そうですね、まあ専門分野がどこかにもよりますが、うん、もちろんね、一度お話は伺ってみたいですね。ねえ、うん、そうですか。町田ジョアンナ様も、非常に何と言いますか、アドリブが効く方と言いますか。はいはいはい、私一度お話しした時に面白かったです、うん、自己紹介していただいたんですけど、ね、ああなるほど、あの独特の、ね、非常にユニークな方でしたよ。あの以前あの JTS の方でサービスをやっておりましてね。ほう、車の修理をしてる間、お客様からいただいた単語3つを即興でミュージカルにするという。すごいじゃないですか。なかなか素晴らしい芸当でした。ポテンシャルが高いですね。エンタメ力が高いですね。じゃあね、その点なんかドクターとちょっと似てるなと思いましてね。ああそうですか、まあ確かにね、私もあの曲作れますからね。そうそうそう、ドクターももらった単語で曲を作られるでしょ。はい、まあ確かに、うん、確かにね。そうですね、ジョアンナさんを応援してみたいですね。確かに再会が待ち遠しいですね。楽しみ、うん、今日はいらっしゃらないんですか。本日はね、いらっしゃら、あのシャノールにはいらっしゃらないですね。そうですか、残念ですね。ジョアンナさん、ここで働いてるんだ。あ、ねえ、それも知りませんでしたね。そういうことにはなります。確か社長さんではなかったですか。そうですそうです、 JTS のね。そうですそうです。うん、あ、そうですか、ありがとうございます。ウイスキー飲んじゃう。2人のもうディベートが止まらない止まらない。止まらないディベートはやっぱり。何と何でディベートされてたんですか。あのいろいろ経済とか産業工業経営とか、そういうのにの対して熱い議論を交わしてましたね。なるほど、頑張んなきゃって。いやもっとね、頑張らなきゃダメですよ。やっぱりどういう風に、どういう風に、大まかにでもいいし、コツコツでもいいし、もっとね、やるんでしょう。ヒートアップしちゃった。やります。やるんでしょう。やります。もっと。頑張るんでしょう。そうだね。はい。頑張んなきゃだもんね。熱くなってしまいました、私ちょっとね、こういう話は。うん、頭冷やしますね。大人として。どう。何でしょう。良くないわ。最近は本当にたるんどる。もう大人の会話じゃなくなってるかも、うん、どん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 年取って老害になってますよ。あ、ルンドルって最近の若いもんはって言い出すんじゃないの急に。最近はもうついていけないですよ、 SNS も。もうねえ、ねえ、新しいもの新しいものってね、うん、うん、本当にもう新しければいいと思ってる、みんな。うん、でもダメでしょ、もっと昔に帰らなきゃ。温故知新ということわざもございますしね。ああ、そう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 、そうですよ。そういうことね。名前はやるんでしょう。何、選挙出るの今度。出ようかな。あ、でもあれですよ、あ、この町ありますよ。そうですね、ありますよね、あの、うん、市議会みたいなね。そう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 、立候補されてみたわ。出たらいいじゃないですか。やろうかな、キャッチフレーズつけて、タルンドル、もっと、うん、タルンドル、ロスサントスはタルンドルみたいな。いいですね、そうみたいな、ね、私が解き伏せてみせます、市長とかを。うん、市長もっとね、頑張らなきゃダメでしょ、この町は。みんな頑張ってるのよ、もう。頑張ってますよね、頑張ってますよ、皆さん、本当に。いつもありがとうございます、本当に。怒られてしまえ、怒られてしまえ。十分頑張ってるわっていう。うん、頑張ってますよ、本当にね。ねえ。ねえ、本当に頑張ってます、この町は。うん、頑張りすぎです。いや、本当、本当そうなんですよ。頑張りすぎなの、ね、ありますよ。頑張りすぎですよ。あ、いい、いい。それ、刺さる、刺さる。ああ。
それはいいかもね。うん、本当にね。もうだからドクターが通ったら、今度から起床は週1にします。ああ、なるほどね。はい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 。週休6日の社会を実現します。そうそうそう。そうですね。で、ゲームは、ゲームじゃない。そのロスサントスの中での猫のゲームやったり、麻雀したりとか、うん、そういうのも含めて、起床は1日1時間。1時間。はい。もう1時間経ったらみんな休む。これをマニフェストに掲げて。いいじゃないですか。やります。演説としてみましょうかね、ちょっと今ね。うん。街の運営をしている市長たち。週に1回の休みは確かに住民たちを休ませるものでしょう。しかしあなたたちはいつ休むのですか、うん、月曜日も、この町のために裏でたくさん働いているんでしょう、うん、あなたたちももっと休むべきです、うん、そうだそうだ。週休5日いや6日いや7日の社会を実現します。もう一周回ってずっと働いてるな、それは多分。週休7日は僕もう2人に会えなくなっちゃう。会えなくなっちゃう。月1回、ね、この町は月1回の起床になります。だから年に1回じゃなくてよかったわ、まだ。そうですね、月に1回。月に1回ね。31日、うん、ない日はどうするのよ。ない日どうするの。ない日はなし。ああ休め。ない日は、ない月はもう休むんですね。休みます、うん、ええ、しょうがないね、それはね。決まったらね、そう、しょうがない。決まっちゃったら戦うしかないからね、うん、それはね。そうです、うん、お店の人たちもみんなもう働いちゃダメ。解散。解散しちゃったな。メダルスクラップは一応その白市民パスをお持ちらしいんですが、あ、そうですね、僕も見せていただきました。白市民パスを持ってる方が、はい、マクドナルド様と商談することなんてあります？まあ、ないですね。白市民パスなくなったらもうシャノール働けませんからね。ああ、おそらく、ね、うん、ああ、なるほど。まあ確かに、それはそう。はい。ああ、いらっしゃいませ。あ、ジョアンナ様、ちょうどよかった。なちょっとお待ちくださいね。ドクター。もらえる。コレクション要素。はい。ちょうど紹介したい方いらっしゃいましたよ。おや、もしかしてジョアンナさんですか？なるほどね。ジョアンナさん、お疲れ様です。ドクターギガという男をご存知でしょうか？それは知ってる。ああ、一回だけ会ったことがあるよ。私、ジョアンナ様とドクターを非常に引き合わせたくてですね。あら、そういう話を先、いや、気が合うかなと思いまして。あ、本当？失礼します。ドクター、そして D 様。はい。まあ、D 様はご存知かと思いますけども、改めて、町田ジョアンナ様です。どうも。ジョアンナ様、こちらの白衣の男性がドクターギガ。ドクターギガです。あ、確か、私がこの町に来たばかりの時にバイオレットヒズでお会いしましたね。そうなのよ、バイオレットヒズの前でお会いしましたね。はい、お会いしました。覚えているわ。ああ、私もです。非常にユニークな自己紹介をしていただきました。そうね、その時は、アキュンってしましたね。ああ、いつものやつですね。あ、そうそう、いつものやつをね、初めましての方にはさせていただいているんだけれども。覚えてますよ。なんかね、ルーファスさんがね、うん、なんか合うんじゃないかって今言っておっしゃっていただいて。というのもね、あの、まあ、ジョアンナ様は先日ほら即興でミュージカルをされてたでしょ、お客様の3つの単語で。しましたね。で、はいはいはい、実はこのドクターギガという男もですね、あの、要望をすぐ答えてその場で作曲をすぐするという才能を持ってるんです。すごいわね、作曲までしちゃうの。なんせ私は IQ が5兆ありますからね。いや、聞いたことない。5兆、5兆ありますから。そうですよ、そんな才能の持ち主だったの、うん、あなただからこそそういった芸当もできるというわけです。あ、その5兆はすごい、見てみたいもんだわね。うん、すごい。ありがとう。はい、どうぞ。それはいつでも見られるの？そうですね、ピアノがね、まあ無理くり弾くこともまあできるっちゃできる。無理くり弾くことできんだ。はい、無理くりピアノ弾けんだ。5兆にもなると。やっぱなんかナノマシーンとか使ってね。ナノマシーン、
すごいね、 IQ5 兆侮れないわ。そうでしょう。あ、じゃあ今あのナノマシンいける、今できますよ。じゃ あ, じゃあぜひナノマシンを止めてきますね。あ、すごいナノマシン、すごい。はい、すごい綺麗。何でも、ではあの好きな単語というか曲名にするので、いただいてもよろしいですか。あ、じゃあ愛と出会い。あ、なるほど、愛と出会いですね。はい、それでは聞いてください。愛と出会い。英語で言うと H の次。はい。ちょっと待って。出会いはどうしたの？ちょっと出会ったの？ H と出会ったってこと？ H と I が出会ったっていう。ああ、なるほどね。常隣にいますけどね。常隣だけどね。で、今出会ったんだ。近くにいるものほど。東大元暮らし。なるほどね。そう、見えないことがあるということです。まあこういう感じの方なんです。なるほどね。うん、天才と呼んでくださっても、天才だね。五兆、五兆怖えな。そうなんです。あ、そう、そっか。そ、あの、いや、よかった。ピアノそんな綺麗なのにね。うん、いや、いい出会いです。コンビニ強盗、よかった。このお二人が喋るのね、すぐ見たかったので、すぐ叶っちゃってびっくりしました。私、あ、嬉しい嬉しい。嬉しいですね。あの、そうね、多分タイプが合う合うっていう風に言われると逆にプレッシャーな部分も。ちょっとね、あの、いや、まさか今日来られるとは思わなかったから。いや、おもろいよね。私もちょっとどう普通に紹介すればよかった。いや、全然全然。いや、よかったです。で、うん、その即興でピアノも弾かれるから、私は全然すごいねと思う。うん、サックスも吹けます、私。出た。それは今あるの？サックスをお手持ちに。サックス吹けます。はい。では出てきた。まあ、金のサックス吹きます。ええ、いい音色ですよ、ドクター。素晴らしい。では、次、銀のサックスをね。銀とか、色で違うんだ。はい、色で違う。銀のサックスはちょっとね、あれなんですよ。うん、あの、ちょっとヴィンテージ感があるというか、はい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 。あの、金と違って、ちょっと安物なので、音がちょっとね、悪いんですけれども。ジョアナ様、これはね、ある種、格付けみたいなものです。音の違いが分かるかと。そう。なるほどね。これ、ちょっとね、あの、よく聞いてみてください。それでは、ふぇーふぇー、あ、聞いちゃった。クエスチョンマークつくんですよ。あ、泣いちゃった。泣いちゃった。でもね、ジョアンさん、これちゃんとやっぱ吹いてるから曲も弾けるんです。これすごい、あの、感情が伝わってくるね。じゃ、哀愁ありますよね、ちょっとね。うん、すごいね、これは。うん、あ、聞いちゃった。ちょっと様子浮かっちゃった。はい、今このようなね、うん、はい、感じで、あの、サックス、そしてピアノは、うん、お手の物という、すごいわ、得意分野ですね。なんか金もその情緒ある感じではあったけど、うん、そうですね、そうね、なんかこうギガさんの見た目に近い銀のサックスだと、こう、うん、やっぱ進
クロするのかね、なんかこう感情がすごいもっと伝わった気がした、うん、確かにシンクロはしてた感じしました、私も覚えてて、シンクロの感じはすごいしたね、なるほど、あ確かにね、いやこれはすごい、それで手に馴染むのかな、そうね、なんかそんな感じ伝わってきた私には、嬉しいですね、分かっていただけて、あだってね、なんかこう疑問持たれた気がしたもん私今、あ疑問を、うん、うんって、うん、確かに、あってね、うん、なんか伺われたような気がしたから、アートというのはある種見ている人にこの疑問を投げかけるものかもしれませんね、あー深いね、その意見には今握手したいところだね、素晴らしい芸術を分かっていただける方のようだ、うん、いやでももうとんでもない、こんなね素敵なアートを見せていただいてね、いやーアーティストだね、まあねアーティストの側面もあります、はい、ドクターっていうもんだから、うん、あのお医者さん系かなと思ってたけど、ちょ、その本業は科学者でございます、科学者、それ五兆もあったらね、はい、科学者やった方がいいわ、私はね、この電子ドラッグと言ってますけれどもね、電子ドラッグこういう、サックスとかピアノの音色によってこの相手の脳をですね、ちょっととろかすみたいなね、とろかす、あー、はい、それは素晴らしい、そういう電子ドラッグと思っております、あーいいね、まあでもある種こう人の楽しさを助長させるようなことじゃない、うん、それって、そうですね、だから私はねすごいねそれ感銘受けます、あー嬉しいですねそれは、私もあの JTS というメカニックの会社をやってまして、はいはいはい、お社長さんなんですよね、そうなんですよ、修理中、お考え仕事渡しにください、うん、すごい大きいマクドナルド、修理中やっぱ皆さんねお待たせするのがあれなので、その間をね楽しませたいということでサービスやってるんです、サービスのようなもの、どんなサービスなんですか、優しいですよね、最近やってたのはちょっと恋愛体験ゲームという、ありがとうございます、こちらこそありがとうございました、ご利用ください、すいません長々と、いえいえ、ありがとうございます、とんでもないことでございます、またご利用ください、はい、またいつでもさせていただきます、ではバンドマンさんにもよろしくお願いします、はい、もう伝えておきます、今日自動車教習所でコースやってた経験を生かして、あのモズの無線講習の講師になるわ、お無線講座無線講座開くわとあの例え気をつけて、はい、ありがとうございました、出しながらこれ飲みます、ギガったら、ちょっとギガ、こんなところで待たせて何してんの、もう先に来てんじゃん、マジかよあいつ、本当は俺に気があるんじゃねえの、いやいやそんなわけねえか、なんだこの距離の詰まり方は、告白して振られたりしたらダセーしな、普通に接するしかないよな、普通に、よし、おお、マネージャー、こんなところにいたのかよ、もう、あんたを待ってたんだけど、私、暇だから先に着いちゃったじゃん、あ、またこんな嘘ついちゃった、私、あいつと会いたくて会いたくてたまらなくて早く着いちゃったのに、うわぁ、近くで見たら超かわいい、なんだよなんだよ、俺のこと待っててくれたりしたのかな、いやいやそんなわけない、いやこれがもし片思いしてるってバレたらすげえ恥ずかしいじゃん、俺ばっかりマジになってる感じ、心の声漏れてる、なんかあいつすげえ黙ってるけど私この黙ってる空間さえ耐えられなくなっちゃいそう、よし言うかねえギガ、私あんたに伝えたいことがあるんだけどさ、伝えたいこと、選択肢、選択肢1、選択肢、伝えたいこと、ああ、じゃあお前の伝えたいことならちゃんと聞くよ、選択肢2、いや俺お前と言いたくねえんだよ、ここに忙しいからよ、帰るわ、どっち、うわー、これはあのプレイヤー的には1だけど、この方向性的には2かな、お素直じゃない感じかな、じゃあ2で、2で、すごい、え、帰る
るの？あ、ちょっと待って、すぐ終わるからさ。あの、でもちょっと緊張するから一回だけ深呼吸させて。おう、わかったよ。やべえ、心にもないこと言っちまった。本当は帰りたくなんかないのに、俺のバカバカバカ。ギガ、私あんたと幼い頃からずっと一緒にいたけど、私あんたのこと、体験版はここまで、製品版の発売まで待っててね。こういったサービスをね、JTS でも行う。あんたすげえな、うん、いやいやここまで乗ってくれた人初めてだよ。いや、製品版早くやらせてくださいよ。ドクター高いなこれ。製品版ドクターやめて。いや、やった気がした。これ黒ですか？私と同じようなことするね。しかもそれを上回るのやめて。ルーファスさんも乗ってくれたんだけどね。ルーファスのやつも見てみたかったら、でもそれはそれ。いや、すごいね、ルーファスさんときめく感じだった。いやー、製品版やりたかったな、でもこの間になんと車の修理終わってるんですよ、うん、そうなんですよ。なるほど。この尺はむしろもうちょっと6台ぐらいいけるんじゃないですか。もうなんかもう、うん、全然いけたけど。あ、まあ、こうやってね、皆さんに行く車の修理でもつまらなく ならずに楽しんでもらうようにしてるのよ。ほど、いや、素晴らしい。いや、本当にありがとうございます。良いものを見せていただきましたから、ジョアンナさんも本日の飲食代は私サービスさせていただきます。嘘、いいの？何になさいます？それぐらいの働きですよね。嬉しいわ。じゃあビーフシチュー食べたいな。かしこまりました。おいくつご用意しましょうか？そうね、10個お願いするわ。かしこまりました。自分からエントリーするような方じゃないと思う。とか頑張りながら毎日ね、いろんなサービスをご提供できるように毎日違ったサービスを考えております。そうですか。そうなの。お待たせしました。ありがとう、美味しそうよ、いつも。ありがとうございます。ありがとうね。いや、とても楽しい、あの出会いを。もしよかったら電話番号などは交換されてますか？多分してなかったはずです。私と、どうだったかな、あの時。どうだった？したわ。してるわ。してるわ。してます。あの時ちゃんとちゃっかりしてるわ。うん、そうですね、うん、あの時一回きりでしたけれども。そう、そっからね、まあ、あんま、なんかこの街でよくあることですから。そうね、よかったらこの出会いを大事に、はい、また聞かせてちょうだい。銀のサックス。はい、銀のサックスね。私も吹けるようになりたいわ、あれ。あ、そうですね、あの、お教えしますよ、今度。金なんかはね、ちょっと高級品だから。あ、金ちょっとね、手が出せませんよね、うん、扱いづらいかもしれないけど。銀の方がね、人によって個性が出るんで、そうよね。ちょっとその銀のサックスはどこで出せるかしらね。サックスなのかしらね。そうですね、サックスで出ると思いますよ、普通に。あ、サックスでね。はい。大丈夫、皆さんお時間大丈夫なの？もう、あ、大丈夫ですよ。もう少ししたらあれですけど。サックスね。サックスは S サックスフォーンなんで SAX？ そうです。サックスフォーン。あ、これか。あ、そうです。それが孫ことなき銀のサックスです。孫ことなき銀のサックス。音楽止めましょうか、ジョアンナ様。全然もうありがとう、ありがとう。ではちょっと吹きます。はい、お願いします。それでは銀のサックスどうぞ。まあでも毎日12時間ほど光をやれば。ブーあれ？ブー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 あれ？あれ？ミーフェーシャーレシーねー、ひならぶりょうこになっちゃったかしら。いやいや、あれこれ個性が出ますね。これ個性出るわね。喋ってませんでした。ちょっと喋ってる聞こえましたけど。ドレミファソラシドって言ってませんでした。あ、言ってた。はい、そう聞こえたんだったらそれすごくない？ドレミファソラシドの音はすることはあるんですけど。才能ですね。ドレミファソラシドって言葉で聞こえたんで。ドレミファソラシドって言葉で聞こえた？聞こえた。まあ、それぐらいのあれがレベルだった。そう、レベルだったのかもしれませんね。それはすごい。私全然緊張して自分の音聞こえなかったわ。いやー、そう、なんか、そう、眉毛の太いね、あの5歳児が見えます、ね、そうですね。そうなの。なんかそういう映像が見えたってことは、はい、あ、なかなかまだ
あ、悪くはないってことかしらね。確かにその相手に対してこうイメージを、ね、そうです、音楽というものはね、受け取り側ですからね、結局価値が決まるのは、ね、あ、そうか、出たんだ。じゃあ、わあ、すごい、やっぱ個性が出ますね。あ、まあ私歌好きだからね。いやー、そう、またね、もしよかったら機会があったら、もちろんぜひね、聞いていただければと思うわ。まだお時間大丈夫ですか？あ、私は大丈夫よ。また何？私電子ドラッグをね、やっぱ作ってるんですけども、ちょっとよろしいです？あなた方戦ってる？ちょっとあの次の技出さないと、なんかあのもうその出し切っちゃうと次のなくなっちゃいますよ話題が。あ、いやいや、まだまだ私技まだたくさんあるんで、すごい手持ちが、あ、五兆もありますかね、 IQ が。五兆あるんでやっぱり、すごいですよね。一人だけ出させてください。じゃあ、いいわいいわいいわよ、多分ここで最後だから、私は出さないからね。電子ドラッグをこのように蔓延させる方法、予想つきますか？蔓延させる方法、はい、音楽という形をとって、でこの消えたものの脳を中毒にさせてしまうような電子ドラッグなんですけれども、これ私考えたのが着信音として、この街に広めるということがありましたね。あら、着信音、なので私依頼をされてですが、着信音を作っております。電子ドラッグともありますけれども、それは素晴らしいことね。それを一つお聞かせします。では聞いてください。紀藤真希さんの着信音でポップ演じるマキアート説。そうヘリも入れられるしね、駐車場もあるしコンビニもあるしメカニックもある。マキピさん、お電話です。レッツゴー。ポップ演じるマキアート。すごい、ありがとうございます。すごい、なんかあの私その曲じゃないけど、私んとこの社員に、はいはいはい、タラリズーがいるんですよ。はいはいはい、なるほど、あなたね、着信音。そうです、タラリズム、タラリズム、そう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 、あ、すごい、ズーさん、きたきた、お電話です。タタタタタラリズム、ズーム。すぐできるのやばい。コンビニ、ケーキ、氷、フロア産業、メカニック。タタタタタラリズム、ズーム。もう一回、タタタタタラリズム、ズーム。覚えてる覚えてる覚えている。ちょっと間違えちゃった。かわいい。はい、私ね、途中のベルが好きなんです。うん、かわいいね。うん、はい、あ、すごい、その電子ドラッグ私もやってます。え私最近やり始めて。ジョナサさん、ちょっと待って、やっぱ戦ってますよね。なんです。と、すごい和やかにバチバチじゃないですか。いや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 、とんでもないですよ。いや、私ね、すごいね、その着信音判明受けまして、私もドラッグビタビタってわけよ。なんということでしょう、ね。もう依頼を受けてね、ちょっとやってみたのよ。はい、はい、ほう、私なりの着信音を。なるほど、拝聴したいですね。これね、あのハンクさんという方から依頼を受けてね。うんうん、ハンクさん。ロリキャラ4人で俺を取り合ってくれという依頼だったのよ。なるほど。わー、すごい、それはそれは難しそうな依頼ですね。ちょっと私も頭を悩ましたけども、こちらです。ウィニー、電話だよ。私が出ちゃおっかな。電話にも出れないの？ハンクお兄ちゃんのザーク。ハンクくん、私以外の人から電話なんてどういうこと？まあまあ落ち着くのじゃ。わしがの子様に電話を渡すからな。ダメ。ニーニー、ハンクお兄ちゃん、ハンク君、の子様、誰を選ぶの？すいません、すごいですね。ごめんなさい、いつ放送されるやつですか？見ちゃうな、これ。いや、これはね、放送されないんだな。放送されないんですか、これ？ハンク様ののみさ、あの放送されるんですよ。だからね、ギガさんも専用のでしょ。すごいじゃないですか。
まあ、そうですけど、リオさんの着信はおいくらで受けたまってるとかあるの？一応5000万でやっておりますが。それ私さ、ずっとさ、ズーちゃんの聞いて依頼したいなと思ってたのよ。あ、そうなんですか。私依頼してもいいのかしら。もちろんです。あ、ちょっと今順番待ちになるので、いつになるかというのがちょっとあれなんですけど、まあ、人気でしょうよね。もしよろしければ。いやいやいや、全然いいのよ、ゆっくりで、私の一番最後で全然構わないから。そうですか。それでは、町田ジョアンナさん、着信を受けたまりました。ありがとうございます。やったー、嬉しい。よかったですね、ルバさん、ありがとうね。あ、いえいえ、いや、まさかこんなデュエルに発展するほど仲が深まるとは、いや、ギガさんのね、着信音だって知らなかったから私。そうですか。そうそうそう、ビタビタになってますわ。いや、でもあの、さっきのやつ、すごいね、あの着信オリジナルやつすごかったですよ。ねえ、素晴らしい。シスタープリみたいな感じですね。まあそういうことですね。まさにシスタープリいいよね。あなた方やることが同じなんですよ。なんでそこにいるんですか。いや、なんかそっち結界が貼られてて、うん、なんかね、あ、バトルが、いや、今もうバトル終わったんで。あ、終わった。バトル終わって、はい、終わりっていう感じだから。あ、終わった。あ、終わったよ。終わってるから。終わってる。終わってる。あ、そうですね。よかったよかった。トランジション入った今、うん、そうですね。あ、トランジション入りましたね。トランジション入ったから今大丈夫よ。さっきはね、さっきはこんな感じだったんですよね。こんな感じだった。あ、熱い熱い。てめえ、ほら、電話かけてもいいですか。やりやってやんぞ。あの、終わってないじゃないですか。あ、やばいやばいやばい。終わってないな。やめて。やばいやばいやばい。終わらないんですもの。だって、あなたは、まあ、出会わせたね、ルバさんね。おそらくね、この3人揃えば一生寸劇続きますよ。そうね。あ、確かに、うん、ずっと何かできてる気がするわ。何かできると思いますよ。いや、なんかちょっと私今ここに来るまで行き詰まってたんだけど、道が開けた気がしたわ。道が開けた。うん、すごいなんか頭の中パーってした。ありがとうね。光明が、光明が差したわけだ。ついにパートナーが、ね、ギガさんとルーファーさんに五光が見えてるから、光が差してるわ。ららららら、そうですか。そう、行き詰まったから豆屋を探しに来たら豆屋いないし。あ、豆屋さんを探しに来られたんですか。あ、そう、うちの社員だから豆屋が。あ、社員です。そうですよね。あ、別にお店に来てくださったわけではない。いや、一応ね、飲食店探してて、そういや豆屋が、まあそういうことです。キャノル行ってると思って。はいはい。あ、じゃあもう、そう、それで来たんだけど、豆屋様にも大きな感謝をしなければ。ありがとうございます。すごい。あの方がなんか、うん、あの、出てるんで飲みに来てくれって言ってくれたのが、うんうん、まあ感謝しないといけないですけど、ね、でも一郎さんもありがとうございます。いや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 、僕は何リーさんもありがとうございます。いや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 、みんなありがとう。結局みんなありがとう。リーさんのおかげでね、僕らが木こりやったのも、そう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 、ね、そうですよ。やめたけどな、二人はもうな。そして中途半端な時間ですが、私先に寝ますね。はい、いやいや、私も帰るわよ。お店閉めます。では、行きますかね、私も。あ、皆さんお帰りになります。すごく楽しかった、うん、ありがとうね。いや、あの、そうそうそう、また着信を、このタイミングで帰らないと、もう無理だと思う。ぜひぜひ、ちょっと待ってますね。それはそうかも。はい、なんかもう一つ、ナシマさんと発表会ってよ。あ、いいな、赤が通じちゃう、通じちゃう、危ない、危ない。え、いい感じ、いい感じの引き出会いがありました。あったの、よかった、ね、そうなのよ、だからお礼言おうと思ってたから。あ、私服です。ありがとうね。あらあらあら、またレア。あ、そうなんです。よかった、言えた。よかったね。うん。ありがとうございました、皆さん。でも今日は、今日は今日でね、ここが今日は今日でいい出会いがあったから。出会いがあったからね。いや、私今日ってか最近ついてるわ。ニューパートナーが。私も楽しかった。いや、すごい、こんな充実したやり合い、お話し合い初めてだったわ。もう私の脳内では町田ジョアンナがこの対戦を仕掛けてきたみたいな、うん、トゥルル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 みたいな、トゥン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 っていう。ああ、そうかそうか。感じの、でも最近はね、目合わなくてもね、戦いですからね、うん、いや、ほんとね、合わなくても。いや、いいですね、そうですね。いや、すごい、よかったわ、ありがとうね。ええ、では失礼するわ。ありがとうございました。失礼します。
じゃあ、おやすみなさい。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 どうも、ありがとうございました。ありがとうございました。気をつけてもらいます。どうも、お待たせなさい。またねー。あ、そうも、ギラさん、また。シャノールでまさか紅白が取り行われると思いませんでした。すごいレベルの高い戦いでしたね。